大分市の県立美術館に小中学生の書の力作が並んでいます。今年で72回目を迎える県学校書写大会には、県内の小中学生が授業で学んだことをもとに書いた作品3万点余りが出品されました。審査の結果、最も優れていると評価された奨励賞と金賞が贈られた作品3663点が展示されています。評価のポイントは、止めや跳ねなどの基本ができているか、全体のバランスが整っているかなど、学年によって様々です。作品を実際に見ることができて、すごくいい機会だなと思いました。見えないところで頑張っているのかなっていうのが今日は伺えて、とても良かったです。デジタルの時代ですので、手書き文字を楽しんで書いたり、正しく書けるような、そんな子どもたちに育ってほしいなと感じています。作品は明日の午後5時まで展示されています。